能人になってもう何年なの？1年ちょっと、1年ぐらい。じゃあもうほとんどこの番組と同時ぐらいか。そうですね。何歳スタート？15歳です。芸歴1年でしょ、はい、で俺がこの間数えたら、はい、落語家を全部入れると18年結構なもんでしょ。すごいですよ。でも今日のゲストはもうそれと変わらない状況だ。俺はギリギリタメ口聞けるけど、はい、森本にしても大先輩だからね。じゃあもう敬語の敬語で。あ、しくじったら多分芸能界からいなくなる。それじゃあ今日のゲスト紹介してください。はい、はい、今夜のゲストを紹介します。内山信二さんこと内山くんです。よこれ、チャオ出た出た出た、チャオ、チャオ分かる。チャオは帰る時の挨拶だから。どうどうも。いやほら勉強しないで芸能界にいたろ。そういうタイプなんだよ。チャオは帰る時だろ。あ、芸歴14年14年14年だ。内山くんとか言うのは失礼だからね。内山様で、内山様もしくはさんだから。あの、それやめてください。ずっと内山くんでお願いします。いやいや、だからもう何度も言ってるけど、もうくんはいいじゃん。くんを利用するのやめろよ。いや、くんで、もう絶対くんでいきます。お前な、おっだけ取れば俺の方が組んだからね、全然ね。そういう話はいいんですかね。いやいやいや、そういう話は本当に。最初に家に家庭用のゲーム機が来たのは 何歳とか。いや、もう僕が生まれた時には多分あったと思いますね。ファミコンが、アンキがいたんで、おうおうおう、アンキが最初買ったんですよ、ファミコン。おうおうおう。だからもう僕は物心ついた時にはファミコンはあったんですよ。最初に買ったファミコンソフトって何？自分でファミコン買ったことがないんですよ。それはセガ派だったからセガは買ってたのかじゃないの？ PC エンジンは買ってじゃなくて。あ、そうじゃなくて、例えばまあマリオが欲しいとか。はいはい。言うとなんかもらえるんですよ、買ってもらえたり。おお、じゃあもうなんか変な話、内山くんがちょっとゲーム欲しいなってなってると、はい、周りの大人とかが、ああ、欲しがってるから買ってやろうかなみたいな。そうなの。だから雑誌の取材とか受けてて、今こういうゲームが欲しいんですよって言って雑誌の取材が終わると、スタッフの人が買ってきてくれたりするんですよ。お前お相撲さん体質だよな、もうな、それな、ごっつぁん体質だろ。なりませんね。みんな努力してんだよ、そういうお金をね、月1000円の小遣い貯めたりとか、お年玉貯めたりとか、親の財布からパクったりとか。パクったんですか？めちゃくちゃパクったよ、もう。親がとうとう財布に鈴を5個つけたからね。俺が近くにチーンってなると親がカッて見るようになってたからね。いまだに俺トラウマで鈴の音ダメだもん。財布が来る、財布のことで。まず今日いいこと聞いた。何が？いや、なんかあったらチャリンチャリンって見る。いや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 、チャリンチャリンチャリン。そういう暮らしはしてないんだ。してないですね。本当になんかね、そういう、まあ、谷町っていうんじゃないんですけど。お相撲さんじゃねえか、もう言ってること完全に。なんかそういう、まあ、まあ、自分の父親が買ってくれたりとか、おうおう、そのやっぱ周りの人が買ってくれたんで、うん、じゃあ今までで一番ビッグな人からこんなもの、こんなゲーム関連もらいました、うん、ちょっとゲームボーイをある人からもらいました。誰ですか？いいんですかね、言っちゃって。え、聞きたい。いや、聞きたいよ、誰から。明石家さんまさん。出た、さんまさん。俺にまだ一回もゲームくんねえぜ。俺さんまさんの前でいっぱい言おう、もう XBOX 欲しいんすよさんまさん。くれますかね。いや、くんねえだろ。どう考えても。この番組はエンターブレイン任天堂とご覧のスポンサーの提供でお送りします。引っこ抜かれて戦って食べられて、でも私たち愛してくれとは言わないよ。引っこ抜かれて戦って食べられて、でも私たちあなたに従い尽くします。任天堂ゲームキューブ、ピクミン。ゲームキューブ。今週は続編希望ゲームのランキングをついに発表、ファミゲームスペシャル。そしてピクミンも徹底攻略、限定商品販売中。エンタグレイ。想像力使ってますか？ 3D のオリジナルゲームが簡単に作れる RPG 作成ソフト、 RPG スクール5、 プレイステーション2で登場。心に残るソフトベスト5、はい、ベスト5、内山さんの、こちらに、はい、じゃあ5位ぐらいから、はい、いわゆる5位がダビスタですね。ダビスタ、俺まだダビスタはもう、いや今でもハマってますね。いや俺でもね、初期に内山がダビスタハマってた頃にね、1回だけ話したことあるのよ、はい、その時呆れたね。
なんでですか？掛け合わせるときに、うん、赤いのが出るじゃんか。要するに同じ血統の馬を掛け合わせると赤いのが出て、あんまり赤いのが出すぎるのは要するに種類が近すぎるから良くないわけじゃんか、うん、それを赤くするのがいいと思ってたでしょ。今もその方式で言ってますよ。いや、要するにあんまり近い馬同士はかけない方がいいの。あ、今頃気づいたんです。いや、平凡なファミコやってますね。ファミコで、ファミコ、俺ファミコ。なんでお前から俺はファミコ扱いなんだよ。確かにその赤いやつをかけるとね、そんなに強くない馬が生まれることが多いんですけど。爆発。100頭に1頭。もしくは1000頭に1頭めちゃくちゃ強い馬が生まれるんですよ。ほらってガッハハ体質だから、要するにあの地方大騎士にいるタイプね。もしくは田舎の土地なり騎士にいるタイプのね、ガッハハガッハハっていうタイプだ。あ、それでそう、普通はね細かくやってって、あ、この血統掛け合わせちょっと速くなったからこの子にこれをかけてったらまた速くなるみたいな細かく楽しむゲームなんだ。ガッハハ体質だから、あ、ダメなら騎士はいいんだろうっていう、ダメだったらもう引退させればいいっていう、引退引退みたいな。あとさ、はい、あ、懐かしいな、 PC 原人懐かしいです。 PC 原人懐かしいですね。これも好きだったな。 PC 原人、 PC 原人ってキャラだけ覚えてたらどういうゲームなんだっけ。 PC 原人なんかこうジャンプして頭から地面に落ちてなんかそう敵とかを倒すんですよ。垂直跳び全然飛べなかったんで、あのジャンプ力がすごく羨ましかったんですね。これあるよね、意外にね、そういうところでゲーム選びに出るのよ、うん、デブってあのスピードのゲーム好きだったりするんだよね。速いゲームとか好きだったりするんだよね。ゲームで自分の気持ちを、そうだから自分のできないことをゲームでやるっていう。この年代やっぱゲームやってる。これなんだカンフーキッドって。カンフーキッドってなんかカンフーみたいな洋服を着た人が出てきて、なんか上からヘビとか落ちてくるんですよ。ヘビとかが、うん、それをあちゃんあちゃんってなんか蹴っと、ちょっと待って、ヘビみたいゲームが出てきて、いや、ヘビが落ちてくるんですよね、天井から。うん、ヘビが天井からポポンと降りてきて、でなんかボスとかも倒したりする。ボスにジャイアントババみたいなの出てきた、出てきましたね。ちょっとその音楽でデデレ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 、それそれです。スパルタン X だよそれ。適当な名前つけてカンフーキッドじゃないの。なんでこんな一番記憶が生き生きとしてるところ脳が食べんだってんだよ。あれカンフーキッドじゃ何でしたっけ。スパルタン X だよ。あ、そうだったかもしれない。もうその頃から適当に生きてるでしょ、すごく。別に名前なんかどうでもいいや、楽しければやる。あんましないみたいな、そういう感じでしょ。あれ、カンフーキッドじゃなかったっけ。俺、この頃のゲームは絶対間違いない。スパルタイプですよ。ゲームで、なんか今まで覚えてるエピソードとか、こういう、こんなことあったなとか。伊集院さんもそうだったと思うんですけど、僕、ゲームやりながらお菓子を食べるのが大好きだったんですよ。またさ、びっくりするほどお菓子のペース上がるね。上がります。今、あの大人になったからタバコになったんだけど、ゲームやりながらタバコになって、昔はスナックとか、そう、ポテチでこう、もうちょっと暇だったら、食べんねん、かく。そうなんだ、ファミコンのコントローラーがピカピカになってるもんな、油でな。ピカピカ、滑る。やったやつだ。僕、そうやってやってて、で、よく昔の初期のファミコンって、うん、取って、ふーって吹きかけるじゃないですか、息を。あれ、何なんだろうな、よくない、そうだから、パッて抜いて、ってやってからこうやって入れてたよな。ホコリは飛ぶんですけど、そこに今度お菓子が詰まるんですよね。口の中に入ってたお菓子が、ふってさ、お菓子が飛び出ちゃった。お菓子が飛び出ちゃって、そのお菓子が詰まって、お前はハイテクに謝れ。本当にここによると、こうなんかのり塩がいっぱい使うんですよ。のり塩がもう最悪のことだな。だからよくそれでファミコン自体本体とかも壊してましたね。あらまあ、だから本体のその開けるとこからコンソメの匂いがしてきたりとか。ヒーローになりきり次々と事件を解決する新感覚のリアルタイムアドベンチャーである。ゲームウェブはこのソフトの発売に先駆け、大胆にもテレビ史上初ゲームソフトのバーチャルドラマ化を実現した。それが愛と勇気の特撮アクション巨編、正義の味方実写版超人間ヤマーマン。おっしゃ、ヒロナリ立つんだ。おっしゃ、もう限界です。お前は前の戦いでゲネセに敗れたことを忘れたのか。
ックがヤママンに変身しても必殺技がなければゲレスに勝つことができんのだよ。立て立つんだ、ヒロナリ。998 999ファッション。まだ早い。体力的には確かに1000回のスパーリングをこなすのは問題はない、はい、だがな、あとは私がタイの友人に頼んで送らせた究極奥義の書、これを得得すれば必殺技が出来上がる。喜ぶのはその時だ。はい。お父さん、ひろなりさん、もう二人とも突然いなくなるんだから、なんでジムなんかにいるの？いや、ひろなりくんがな、あの最近な、あの太りすぎてな、困ってるんで。そう、あのお父さん直伝のシェイプアップをしてやってるとかだったね、うん、なんだ、精が出るわね。いや、まあ、それ芸人です。おお、来た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 よ、ついに例のものが。おお、セガ、大事な郵便だから早く取ってくれ。はい、今行きます。こちらお届け物です。あら、何かしらこれ。お前たちが待ち望んでいたのはこれのことかな。なぜゲネスが究極奥義の書を。おいおい、お前たち誰がこんなとこでトレーニングをしていって言ったおい。そんなにトレーニングがしたかったらな、これでもくれい。なんだこれは。なんだこれぞ、ムエタイの秘技、死の前だ。おい、お前たちもほら一緒に合わせて踊らないと本気で蹴られちまうぞ。待て待て、ケネスの言う通りを踊るなんて私たちのプライドが許さないな。ほら、そうですお姉さん。しかしケネス、踊らなければ蹴られるんだな。本気で蹴られちまうぞ。本気でか。わしも年だ。やっそ、さやかも年頃だ。踊らせてもらうが。踊らせてもらうじゃないですか。白なりだけはガッツで頼む。何踊る、こんな踊りに負けんたまるか。踊るだけで何なんだよ。本気で蹴られるって言ってんだよ。あー、痛い痛い、あー痛い。こんな時ヤママンがいてくれたら。おやさん、俺出すようできます。わかった、お前が呼びに来たら俺は必死に踊ってるからな。さやかも。お前たち、もう許さん。ザーキー。クールクールと冷たい時代をホットなソウルで熱くする超人間ヤマーマン。どうだ、もうお前たちのスキルはさせないぞ。こうなったら勝負しろ。無理だい、文字読みデスマッチ。よーし、負けろ。なんだ、パグパグパグ、ミクさんパグちょうだいって。はい、さあルールを説明します。ここにいる無理だい戦士ファーキャンさんの背中には文字が書かれています。ファーキャンさんと戦ってこのシールを剥がし文字を読んでください。それだけ。いや、ヤママン、私は今の背中の文字に見覚えがある。あれが例のタイの究極奥義の必殺技の掛け声だ。あの掛け声を読んでマスターすればヤママンの必殺技が出来上がる。確かに。っていうことはやっちゃえばいいじゃん。頑張っちゃえばいいじゃん。上さん、やっちゃいなよ。よっしゃ、望むところだ。うわ、うわ、お前なんだよお前。ヤママ、なんだよこれ。ヤママ、全然しねえよ。行け行け、ヤママ。これあれ、こんな制すんのこんなの。そんな好きなくてあんた。全然だもん。甘くねえ。成立するとかそういうのやめてくれよ。だってこれこうずれんのすげえ見てんの。ずれる、これずれる、ここら辺蹴ってくるギリギリで待たせてんのこれ。俺ギリギリで合わせてるからこれバラエティーだけどね。
俺がバラエティにしてるようなもんだよ、こんなの。周りを回って、周りを回って、背中を振るようにしてる。OK、OK。うわっ、待って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 、私は彼の登場から今までを分析したんだ。彼が唯一攻撃をしてない時間っていうのは楽しく踊りをしてた時間なんだ。ということは踊りは大好きなはずなんだ。そんなつ、いやいや絶対大丈夫なんですか。踊ってる相手にはさっきも攻撃しなかった。大丈夫そうに見えました。そういうのは、うん、大丈夫だと思いたい。踊り、魅力的な踊りで心を奪って、その好きだ、その好きだ、そうだ。あいやらそうだ。まだ怯えがある、まだ怯えがある、怯えがある、怯えがある。それだ、それだ、それだ、それだ。ゆっくり後ろに回るんだぞ。ほらほら、踊ってる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 、ゆっくり後ろに、ゆっくり後ろに。ほら今はもう踊りの時間だから大丈夫だ、大丈夫。ほら今ちょうど隙がある、隙がある。山なんて書いてある。おおい、後ろに。そう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 、いい感じ、いい感じ、いい感じだ今。おい、まだまだまだ、次のインターバル、次のインターバル、次のインターバル。まだまだ、おしおしおし、今だ。山はネチ、山はネチ。本当か。もう一回よく見てきた方がいいじゃないか。なんて書いてある。山、山はネチ、山ネチ。音楽がちょうど終わってしまったのか。塩山、今日の子はこのぐらいにしといてやる。またな。なんだあいつは。やったよ、おやっさん。次からついに必殺技山根ちが、山根ち使えるようになるんだ。これで断然パワーアップだね、ヤマン。はい、ついに必殺技出てパワーアップしたんだね。 OK。 ということはこれからも格闘家がどんどん攻めてくる。いや、なんで格闘家に縛られるかな。もっと自由になろうよ。それもね、格闘がバカ、格闘だけじゃないじゃない。自由だ、ヤマさん。実はこの番組のオリジナル正義の味方もゲーム攻略の鍵は主人公が必殺技を繰り出せるかどうかにかかっているのだ。必殺技を使うにはイベントなどで必殺技チップを手に入れなければならない。これがあれば自分の体力が3以下になった時必殺技を繰り出すことができるのだ。君も必殺技を使って一発逆転を狙え。ゲーム業界最新のトピックス、トピックスニュースエキスプレス。今週のトピックスはこの2つ。まずは携帯型ギルティギアが登場。アーケードで人気の対戦格闘ゲームがゲームボーイアドバンスに登場。今回のギルティギアゼクスアドバンスエディションにはタッグマッチモードと 3-on-3 モードが追加。1対1では味わえない熱いバトルが楽しめちゃうぞ。最後は今週発売のおすすめソフト。今週は携帯ゲームのソフトが多数登場。まずは三国志を題材にした歴史シミュレーション。戦略性に富んだゲーム展開が楽しめるぞ。続いて映画ジュラシックパーク3を題材にしたソフト。集めた DNA カプセルをシューティングゲームの要素で組み合わせれば恐竜が復活するぞ。お次はアニメや漫画が人気の仰天人間バトシーラー。おなじみのキャラが8つの世界を冒険していく RPG なのだ。バグサイトアルファベータはインターネットの世界をバーチャル体験できる RPG。 ウイルスに汚染されたネット世界に平和を取り戻そう。最後は初のゲーム化となる人気アニメ犬夜叉カゴメの戦国日記。原作の雰囲気を十分に活かしたアドベンチャーゲームなのだ。豪華プレゼントのお知らせ。デジターボより DVD ビデオゲームファントムオブインフェルノを5名の方にプレゼントします。
ゲームボーイアドバンス。その頃僕はカモだった。リーチ、ハク、ガグエ、ハルマ、グエ、ハイマン、グエ。そこで薬満アドバンスを持って修行へ。薬満アドバンスならいつでもどこでも先生が教えてくれる。なるほど。わかりやすいテクニカルサポートでどんどん麻雀が上手くなる。これなら、これであなたも一人前。わかった。今ではすっかりロン大三元。どこでも対局、薬満アドバンス。今週は続編希望ゲームのランキングをついに発表。ファミゲームスペシャル。そしてピクミンも徹底攻略。限定商品販売中。想像力使ってますか？ 3D のオリジナルゲームが簡単に作れる RPG 作成ソフト、 RPG スクール5、プレイステーション2で登場。ゲームショー、ゆうさんもいらっしゃってましたですよね。僕ね、ゲームショー行ったんですけどね、感想はね、あの一個一個のブースが、はい、なんつうんだろうな、大きくなって、ちょっと数がこなれてきたかなみたいな。要するにゲーム会社乱立時代から、そうですね、こう確実に出る会社と、が決まってきた感じっていうのを、そうなんですね、思いましたね、はい、あれ一個出すのに1億円ぐらいかかるんですよ。そうなんですよ。1億円それ誰ですか？そう見そう、XBOX のブースはでかかったな。超巨大。あの初めてね、プレイヤブルでみんなが遊べるっていうことなんで、うん、とにかくでっかいブースをと、うん、で最後の最後までコマ数決まらなかったらしくって、うん、とにかくオーダー入ってた段階では、一番大きい申請を出してきたブースプラス50コマみたいなオーダーをしてたみたいでね。もうとにかく一番大きいのはうちのブースだったっていう話題性は、そうそうそう、ちょっといただきたいみたいな話になって、そうですね、ね、Xbox を触っている機械の数もまともじゃなかったですよね。ベロボにありましたね。1種類のゲームにつき10個とか10台とかモニターあってさ、そうですね、でまたそのゲームもいろんな種類出てるからさ、そうですね、すごい数、テレビ1個ちょろまかしてるかと思うぐらいの本当でかかったですね。あれ1台ぐらい 3DO マジでもわかんねえんじゃねえのみたいな。シェンム2が Xbox で発売、はい、各国米のみっていうのがあってですね。どういうこと？ワンワン発売したら、うん、そうなんですね。北米の人は急にシェム2からやる。僕も同じこと聞いたんですけど、そうなりますねとしか言われてないんですよね。わかんないですね。謎でしょ？謎ですね、なんかね。サイレントヒル2動いてるの見たんですけども、はい、なんかこうプレステ2でバリバリ動いてるののパッと見た目ですよ、うん、はい、10% 引きぐらいのやつが動いてるじゃないですか。微妙な感じですね。触ってみたら何パーでマシかわからないですけども、いや、まあ画質が変わったせいかもしれないけど、モニターのせいかもしれませんね。ああ、それだ。うん、同じようなこと聞いたことあるんですけど、はいはいはい、霧がであれ出るじゃないですか、はいはいはい、点々がぼやけて滲んだように見えると霧っぽいんだけど、うん、あまりにも正確にドットが映し出しちゃうと霧がなんか粒子にして見えちゃって、うん、画像的に汚くなるっていうようなこと。それなのに錦糸町のママみたいな微妙な褒め方。錦糸町のママなんか店の中で会うと美人なんだけども明るいところで会うと意外にいろんなところ疲れてらっしゃるなみたいな、そういう。あ、かなり近いですね。近い、オッケー。かなり近いですね。いい表現でした。いい表現でしたね。ゲーム業界初、Xbox の描画能力を錦糸町のスナックの美人ママと例える。素晴らしいですね。最近気になるソフトとかは？あの森本レオさんがですね、ナレーションで CM してるやつあるじゃないですか。はい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 、はい。あれ面白そうですよね。ピクミン、ピクミン。そう、ピクミン、ピクミン。あれな、めちゃくちゃ面白い。俺まだテストプレイ版みたいのしかやってないんだけど、はい、めちゃくちゃ面白いの。やっぱ面白いですか？もう33で俺、はい、33で早く来ないかな発売日っていう近所のおもちゃ屋さんに予約してるからね、俺ね。マジですか？33で顔割れておもちゃ屋さんに予約行くんだよ。うわ、面白い33歳ですね。面白い生き方だよ。あれ、食べちゃうじゃないですか。そうなのよ、食べられちゃうのよ、なんかピクミン。ピクミン食べられちゃうんですよね、うん、なんか主人公が食べられるっていうのがあんまないじゃないですか、今までのゲーム。あんな可愛らしいのがモリモリ食われてるからね。なんかそれがちょっと面白いなと思って。ゲームキューブ持ってんの？ゲームキューブね、僕持ってないんですよ。じゃあダメじゃん。じゃあダメじゃん。伊集院さんくださいよ。出た、お相撲さん体質。出た、ここでまた。だって僕ゲーム買ったことないもん。ないもん。ないんだよ。
くんなんかちょっと可愛いキャラちょっといたの今。可愛かった最初。違うだろお前はほんとガハハガハハのキャラ。可愛い。ゲームキューブ欲しい。お前らもうなあのあれだろ紙粘土でエクボ埋めちゃえ。じゃあ分かりました。こうしましょう。何？僕と伊集院さんで対決しましょう。おう。その伊集院さんの得意なゲームで何かのゲームで。何かのゲームで。何かのゲームで。おおいいよ。それで俺がもし勝ったら。おお。くださいよゲームキューブ。あいいじゃないですか。ちょっと待ってくれよ。お前本当に今すごい発揮してるような仕切り能力なんかないと思ってたら自分がゲーム手に入れるためには進行してたのか。めちゃくちゃ仕切りますよ。お前負けたらどうすんだよ。負けたら僕が視聴者プレゼントでゲームキューブあげますよ。え持ってないじゃないですか。僕買って。それなら乗ってもいいよ。そこで次回はゲームキューブをかけた135キロと130キロのセメントマッチが決定。果たして勝つのはどっちだ。華麗さこそが戦いの美学。2D 対戦格闘の最高傑作がプレイステーション2でさらにパワーアップ。ギルティギアゼクスプラス。サミー、あの熱き魂を呼び覚ませ。 2D 対戦格闘の最高傑作がプレイステーション2でさらにパワーアップ。ギルティギアゼクスプラス。サミー。サミー2は続編希望ゲームのランキングをついに発表。ファミゲームスペシャル。そしてピクミンも徹底攻略。限定商品販売中。エンタグリー。想像力使ってますか。 3D のオリジナルゲームが簡単に作れる RPG 作成ソフト RPG スクール5、 プレイステーション2で登場。この番組はエンターブレイン、任天堂と、そういうのはダメでしょ。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。今夜のファミ通より攻略本デビルメイクライ解体新書とそのソフトをセットにして5名の方にプレゼントします。番組の最後は人気ゲーム